これからは慎重に行動した方がいい。いつ何が襲ってくるかわからんからな。なんか氷室さんに個室の鍵、西東と春ちゃんの部屋で蔵の鍵を拾ったので、とりあえず別館の方向かおうか。マップ広すぎて全然把握しきれてないけどな。なんかあるけど、ここ来たっけ？なんかカチャって言った。開いた？何これ？オールやないか、お前。嘘やろ、そんな出方。歯汚ない、なんか。あ、なんか歯汚かったよ、なんか。え、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、ここのお部屋ですね。ちょっと見とって、みんな。まずこれパカッて開くやろ。で、見るやんか。めっちゃ歯汚い出てくるけん。下の歯。ドーン、上の歯でした。そうじゃない。上の歯、下の歯関係ねえ。とりあえず逃げる。逃げて、やっぱこれ、パソコンでやった方が楽しそうやな。これどう、とりあえず逃げ切ったよね。なんかアイテムを使うっていう気もせえへんねんな。とりあえず上行こう。能面さ、おるし、せっかくやし、ひもろさんのとこ連れていく。なんか能面がいたら、俺、ぶっ飛ばしてやんぜ、みたいなこと言ってたよね、確か。ひもろさんのとこ連れてってみるか、せっかくやったら。ぶっ飛ばしてください。そしたらこのゲームはもう終わりますって。おるやないか。結構どっちかと能面逃げやすいは逃げやすいよね。まあさっき捕まっとって何を言うんやって話だけど、逃げやすいは逃げやすい。ああ、だってさ、下に行ったのになんか上に向きになってもそれはマップがおかしいと思います。あっちの氷室さんがおるお部屋まで行こうかなと思います。そしたらね、氷室さんがバーンってしてくれると思う。さっきはこの別館出たら、もうコンクなったよね。来るわな。全然来るわ。こっち。あ、違う。あ、そろそろみんなイライラしてると思うよ。なんでそんなにゲームパッドのせいにしてゲームが下手なんだと言われるかもしれん。ちょっと言っとく。ゲームパッドの十字キーとかあるやん。親指で全部隠せるぐらいのサイズと思っとって。十字キーの上、右、左、下、全部が親指で隠れるぐらいの大きさと思っとって。そしたら、あ、しょうがないねって言ってくれると思う。甘やかしてほしい。甘やかしてほしい。そのぐらいの失敗認めてほしい。しょうがないよね。失敗するのはしょうがない。頑張ってる方だよ。味村さん頑張ってる方だねって言ってほしい。おらんやないか、氷室。もう最悪なんですけど、氷室さんおらんし。じゃあ一回ここの能面無視して他のお部屋行きたいと思います。鍵がかかっている。別館東廊下の、これか？あ、開いた。開いたわ。開いたらセーブをするんだわ。で、入る。これ誰の部屋？あの職人さんの部屋。よく渡してくれたね、そんなもん。私やったら絶対自分の部屋の鍵なんて渡したくないけどね。しかもこんな女子高生に見られるとか。なんでなんもないやろ。え、なんか能面もなんかぶつけたりすんのかな。猿夢とかもさ、結局全部ぶつけてきたやんか。これで東のこっちも開けておいて、開いたわでセーブして入る。じゃあこっちおばあの部屋か。だるまさん置いとら。たつまさん。違う、だるまさん。何かある。寝室の鍵、遊戯場の鍵、和室の鍵。めっちゃ鍵ある。きっと旅館関係。やっぱこう、おばあの部屋か。めっちゃ鍵あるもんね。電源はつく。なんかめっちゃ鍵増えたんですけど。寝室、遊戯場。あそこの、なんか広い、だだっ広い桜の、庭園とこの鍵か。あそこ全然あかんかったもんね。じゃああっち行ってみようか。鍵手に入れたんやったら。庭園の北側。ここが寝室か。開いたわ。寝室って誰の寝室？二つ並べてあるけど。襖には布団が入っている。座布団がある。やだ、何これ、もうここは調べ、何が入ってんの、怪しい道具が。桐崎さんの言ってる意味なんとなく、あ、なんかさ、お偉いさん方のなんか悪いことに使うやつやで、あー、なるほど、エッチな部屋。なんでここ入らせたん南、これか、開いた。なんかエッチな部屋あったな。なんか基本的になんか箱を置いてある部屋が怪しいよね。あの、能面が出てくるところは。あの箱があるとこでいつも能面が出てくる気がするけん。囲碁盤、囲碁将棋、
やっぱなんかそういう場所なんやね。チェス盤、花札。じゃあ、みことちゃん今からここで花札一緒にしよっか。飲みが当たったら一回ビールな。で、もう一個ここが、和室の鍵を開けて、セーブ。そろそろ出てくる気もするけん、セーブをしつつ、でもあの箱がないけん、今動き出しそう。何その感想。もう最悪やわ。違うやん、箱がある部屋っていうお話やったやんか。違うやんか、今来るのは。どうしよう、どこ行ったらんやろ。桐崎さんもどこにおるかわからんしね。これ上向きになるんやっけ。上上、逃げてみよう。いろんなちょっとお部屋とか入ってみる。お部屋入ってみて、それをちゃんとこの能面は、能面の裏側を見せてもいいんでしょうか。こっち行って入れたっけ。あえてここ行ってみる。ここやったらさ、何これ、あ、隠れれるんや。能面、それで能面の裏側、まっすぐこっち来てると。能面って探すことできるんや。あ、なるほど。いっぱい部屋あるけん、そこに入って隠れなさいっていうことやね。セーブはするね。ここの箱も調べたいけん。これ何？さっき開いたやん、ここ。あともう一個、別館の2階南廊下。もう暗。2階の南廊下。2階行くじゃん。南廊下。ここか。南廊下の、入っちゃったよ。ここはあんま来たくないかもしれません。開くんだ。あ、これ危険。あれ、開いた。瞑想の鍵？何瞑想の鍵って。じゃあ、箱の中に入っとんのは鍵ってことか。何瞑想の鍵？別館2階東廊下。めっちゃあるやんか、鍵。全部集めないかんのかな。大事よ、そんなもん。あ、おる。桐崎さん、おる、桐崎さん。何してんの？桐崎さん。君か。ここで何を？資料を調べていた。上白家に携わる歴史。まつわる歴史か。家系。その他いろいろな。でも、こんなすごい数平気なんですか？めっちゃあるよ、本棚。表紙を見ればある程度わかるからな。中には関連性のない資料も含まれてはいるが、それっぽいものを探すのに苦労はない。大変ですね。頭いいんですね。知的な部分も出してきますね、ぐいぐいと。しかし、あのばあさんも焼きが回ったものだ。え？資料がまるで管理されていない。いや、手入れは十分なんだが、区別されていないんだ。区別？先ほど上白家に関する書物を見つけたのだが、その隣にはまるで関係のない資料が並んでいた。どうやらあのばあさん、ここにある膨大な資料を本棚に突っ込んでるだけで、自身の家系にはみじんも興味がないらしい。そうなんですか。でもなんか、おばあさんもそんなに知らんかったって言ってなかった、前回。だがこれはあのばあさんも知らない事実がここに眠ってる可能性があるということだ。姫野くん、君は間違っていなかった。この場所は新たな発見にはもってこいだ。はあ。そうだ。ついさっき別の部屋で鍵を見つけてね。これは君に渡しておこう。鍵譜屋さんとって。ありがとうございます。資料に関する調べ物は俺に任せてくれ。君は君のやるべきことを探すんだ。本館大広間の鍵。知らんて、何してんの？ちょっと一人ぐらいついてきてくれてもよくない？って考えると、やっぱりここの箱の中の鍵欲しい気はするよね。挑戦だ。もう一回歯の汚い、能面と出会おう。はい、出会う。開いた。パーン。これで、もう逃げ方は分かったけん。逃げ方は分かったけん、一回出る。ほんで、他の部屋に行ってみよう。他の部屋に行ってみて、この能面をどうするかを決めよう。ここ入れるかな。ここは、入られへん。だってさ、なんかぴょんぴょんしとった。
さっきの部屋にもう一回入ってピョン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 したけど、あれで縛いてみようと思います。下に行くけど上に行くっていうことを忘れないで。これ全部が合わさってんな。今までの猿夢と一人かくれんぼ全部が合わさってる気がする。え、来てる来てる来てる来てないね。セーブ。あ、全部が今までのチャプター1から3までが合わさったのがこの能面の逃げ方になってる。うわぁ、ってことは量はあるんやろな。ほんでこの空いたやつの中に鍵が入ってるはずやけん。入ってないんかい何の時間やったん。え、じゃあ2階に行くか。別館の東廊下にある瞑想の鍵、東廊下この辺か。鍵がかかっている。瞑想の鍵、あ、開いた。ここや。開いたわ。なんか嫌な予感する。あいつ動かん。台座がある。これはん、なんもないし。え、なんもない。明かりのようだ。え、なんもない。これ下も開いたんかな。瞑想の鍵で鍵がかかって、これまあ瞑想も使えへんわ。だって蔵の鍵、別館2階南廊下にある蔵。南廊下ってどこ。あ、ここや。開いたわ開いたわ開いたわ。開いたらセーブするんだわ。あ、なんかありそう。あ、何このはしご。これ使えるかな。え、持っていくん。え、ショムニやんか。割れた器が入っている。今からショムニスタイルで行動するんですね。様々な道具が入っている。ここは何も入ってない。結構ね、解消工具こうやってしょったりなんか出てきたりするけんね。一個一個調べていかんと。じゃあ、はしご取りに来たって感じかな。はしごゲットしたけん、セーブして。でも、はしごってどこで使うんやろ。え、なんかウフフ言ってない。どこウフフ言ってんの。何がウフフ言ったん。めっちゃ笑われたんやけど。ここか。ここ開いてないもんね。大広間開いた。開いたわ。開いたらセーブするんだわ。あ、大広間なんでこんな屏風。あ、本物の日本刀のようだ。なんかね、アイテムのとこにはしごが神棚なの、手の届かないとこに使えてる。ここちゃうの、ここちゃうの。え、上にさ、神棚あるくない。え、これではしごを使う。んで登れた。何かある。また鍵やんか。鍵あったけど、大ぬさって何。難しいわ。赤い焦げて、何焦げて、違う場所やって。何焦げ茶色って。色とかどうでもいいんやけど。え、どうしよう、鍵なくなった。なんかここめっちゃ笑ってんやけど。何が、誰が笑ってんの。めっちゃ笑ってる。こっち行ったらなんかおるんかな。あ、声大きくなってる。あ、めっちゃ笑ってる。回ってる。さっき無視してごめんねおかしいやろがい。あんな声してるんや、能面って。一回下に行こう。一回下に行って、なんか物を見つけてこよう。うっふっふっふ、うっふっふっふ。一回無視してしもたな。こっち行ったら、まあ、何かしら、いろいろ場所があったけど、ここなんかさ、料亭みたいな感じだけど、ナイフがありそうじゃない。包丁、包丁。包丁、包丁、包丁。ないですね、包丁。帰ります。包丁はなかったので、他のお部屋に入ってみて。あ、ここ行かれへん。あいつ来てる。あるある、ある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 。これ。何これ。三味線。えい！これ一回で行けるもんなんかな。あ、よかったよかった。ウッフッフッフって言ったけんさ。これで、あいつのおった場所に行ってみよう。違う。え？え、何？ブシブシ言ってる。え？どこ？あ、なんかしてる。あ、飯食ってる。飯食ってる。見たい。あ、どーん。何食ってたん。もうすぐふざけるやん、海上航軍。ここ、ここ、ここ入りたい。
こも、あ、隠れるんや。あそこのタンスエッチなもん入ってるよ。なんかさ、怪とかお化けってそういう下ネタ系苦手って聞いたことがあるんやけど、このお部屋やばいぞ。お前の苦手なもんでいっぱいいっぱいやぞ。そや帰れ、ちょっとエッチな匂いするけん帰れ。ほんまやったらしいな。はい、お化けとか霊はね、エッチなものが苦手っていうらしいので、皆さんもし出会った際はエッチなことを考えてください。結局、開かずの間かな、開かずの鍵を使わん限りは先に進まん気がするけん、開かずの部屋、開かずの間を探しましょう。別館って言ったっけな、別館に行こう。なんかさ、解消古墳なんか探索時間が増えすぎてて、どこでカットしてどこでなんていうの、終わってるか、動画を終わってるかがわからんので、わからん、これが別日収録なのかどうかは皆さんのご自由な判断にお任せしましょう。開かずの間ってどこでしょうか。桐崎さん開かずの間とか知ってるかな。桐崎さん、ついてきてよ。悪いが一人にしてくる。バカが、飯室さんどこ行ったん。ここかな、一回セーブして、ここで開かずの間が使えるかどうか。あ、開いた、開かずの間ここだ。開くやないか、開かずの間。なんかある、鏡がある。鏡、何か入ってる。古びた書物、なんて書いてあるんだろう、読めないよ。桐崎さんに聞いてみよう。小さな箱、触らないような気が、ような気がする。大ぬさって何って。この鏡使ってさ、リトルナイトメイと一緒ちゃう。能面に自分の顔見せて、おらーって、やだ私ブス、やだやだって倒すんちゃうかなと思ったんやけど、どうなんでしょうか。あ、おったおったおった。なんてことだ。これが真実だとしたら、この場所は一人で喋ってたん。ゲーム実況者みたいなとこあるね。何してんの桐崎さん。どうだ、あれから何か手がかりはつかめたか。これなんですけど、なんかね、読めない書物。この書物は読んでみたんですけど、何を書いてるのかさっぱりで、額がないので、それで桐崎さんなら何かわかるかなって。一体どこで見つけたんだ。開かずの間、2階の部屋の引き出しの中に。姫野くん、少し時間をくれないか。え、解読するのに時間が要する。俺の考えが正しければこの本が全ての謎を解く最後のかけらだ。それって、ああ、上白家の謎も、君自身の謎も、おそらくこの本が全ての答えを握っている。桐崎さんはもう深いところまで分かっているんですね。ある程度はな。ちょうどその根拠が欲しかったところだ。実にタイミングがいい。頭いいな、君、本当に。そうだ、姫野くん。君に調べてほしい場所があるんだが。調べてほしい場所？やだ。先ほど気になる記事を見つけてね。どうやらあの本館の庭園には地下に通ずる道があるとのことだ。複数の書物に同じようなことが記されていた。どうだ、信憑性が高いだろ。一緒に行こうよって。でもあの庭園にはそんな道どこにもありませんでしたよ。きっと今では封鎖されているんだろう。あのばあさんが工事を依頼したのか、またはその昔に埋めてしまったのか、どちらにしろ何か重要な手がかりが眠ってる可能性がある。どうだ、頼まれてはくれないか。嫌でーす。氷室と一緒なら平気か。嫌でーす。氷室さんは役に立ちません。氷室さんと、すまん、よくよく考えると君一人でやるには無茶な頼みだったな。そやで、よく考えて、女子高生。君さえよければ彼と連絡を取ってみるか。氷室さんと一緒ならやってみます。みことちゃん、違うの。氷室さん大丈夫って思っちゃダメ。氷室さん役に立たんって、まあ、分かったやろ、前回の猿夢で。すまないな。あーん、 OK だそうだ。クソ、あいつ OK 出しやがった。わかりました。悪いな、姫野くん。いえ、いいんです。桐崎さんも大変でしょうし。お礼に、この資料を解読した後、上白家の歴史と、その真相を君に教えよう。俺が出した答え、この書物に記された真実、おそらくそれは合致している。こういう言葉で表すのもなんだが、まさに、
類いまれなる事例だ。少し時間をくれ。くそー、じゃあ氷室さんどこ行く？なんか氷室さん待ってるみたいし、なんでか知らないけど OK 出したっけ、あの人。ここの庭園になんか隠し通路が。氷室さん、なんで OK 出したんですか？来たか、みことくん。君どこ乗った今まで。氷室さん、わざわざすみません。いや、いいんだ。聞くところによると、この庭園のどこかに地下に通じる道があるそうじゃないか。そうみたいですね。地下か。おそらく、あの池、おそらくあの池の付近だろうな。早速調べてみるか。言っても調べるも私でしょ。おらんなるし、一緒に行こうって言ったやんか。氷室さん、氷室さん、池の近く探してる本当にね。桜見てない？な、ちょっと、氷室さん。何か見つけたら呼んでくる。お前探す気ないやないか。え、なんか池の近くって言ってたな。これか？この岩。ちゃうわ。え、ないんですけど。え、絶対氷室さん探してね。あ、お地蔵さんか。これやろ。お地蔵さん幸せそうな顔してる。違うね、みことちゃん。そうじゃないんや。なんもないぞ。ちょ、氷室。氷室探せ、お前も。探せ。ない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 これでしょ。褒めて。鉄格子の向こうに、はしごが見えますね。まさかとは思ったが、本当に地下に通じる道があるとはな。調べてみる価値はありそうだ。しばいてる？ダメだ。硬くて素手じゃ開けられない。私が何か開けられそうな道具を探してきましょうか。みことちゃんが行くことないよ。いいって、悪いな。じゃあお言葉に甘えさせてもらおうか。一緒に行こう。何か引っ掛けられそうなものを頼む。そこら辺の部屋にないか見に行ってくる。まあ引っ掛けられそうなもの、これ使えるかな。脇差し、そんなのいけるんかな。ちっちゃない？どうせやったら日本刀ってどっかにあったら日本刀の方がええんちゃうかなっていう気もするけど。氷室さん、これでお前を刺してやろうか。氷室さん、これ使えませんか。脇差しか。みことくん、発想豊かじゃないか。鼻で笑った？てこか、これ。てこって読むの。てこの原理で開けられそうだな。てこって漢字あるんや。あ、開いた。よし。まず、俺が先に降りる。君は後からついてくる。あ、パンツ見る気です！あ、パンツ見る気や、こいつ！やっぱ、絶対に氷室さん今上が覗いてるけん。あ、やっぱ。あ、セブ。くら、氷室さん、おった。氷室さん、何？あ、着いた。足元に気をつけろよ。こっち調べたい。あ、こっちなんもないです。氷室さん、くら、氷室さん、おった。ちゃんとつけ取ってくれません。私が来る前に一回つけ取ってくれません。あまりいい場所とは言えないな。ぐいぐい行くやん。手つないで行こうや。何ここ、うわ、何これ、重々しい。何なんだこの場所は。え、あ、違う、あの翔太に報告しなければ。そうやね、扉は固く閉ざされている。どうしてこんな場所に。2つの同型の面が扉を開く。お面、それが鍵になってるの。え、あ、ここになんかお面飾るんかな、こことここ。え、じゃあお面同じようなの持ってきたらいいってこと。行きますわ。え、そろそろ戻るか。意外な収穫だったな、みことくん。そうやね。とりあえずお面を持ってこいってことでいいんかな。セーブして、氷室さん待って、手つないでいこう。おるぞ氷室さん。あれです、なんだこいつは。こいつでも今回氷室さんおるけん大丈夫。氷室さん、こいつです。
本当に言った。これが襲ってきた能面です。何？いで、いけ、動くな、動くな、おわ、あ、不死身です。なんだと、やば、あ、不死身です、やば、何こいつ、あ、おお物理的ボコボコやるやんか、氷室言ったろ、俺が始末するってな。北沢氷室、おう、刺される方が好きか、氷室氷室さっきの脇差しが役に立つとはな。さ、上へ戻ろう。今多分氷室さん心臓バクバクなんやろな後ろからも来たんですけど、あ、おる、銃声が聞こえたから何事かと思ったぞ。ね、バン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 やったもんね。少々手荒になったかな。会議は始末した。そうか。それで氷室、地下には何があった？ああ、今から説明する。みことくん、場所を移そうか。ここで立ち話もなんだしな。あ、はい。なんか氷室さんあんだけ強いんやったらさ、常々一緒に追ってって思うわ。役立たずとか言うとごめんね、本当に。刺される方が好きだったか？ぐさ！ああ、びっくりした！後ろから来た！なるほど。地下祭壇か。ああ、それも最近まで手入れされていた可能性が高い。上白のばあさんは何も言わなかったかな。そうか。どうだ？何か心当たりはあるか？ああ、ある文献に載っていた。地下に祭壇を設けた、とな。へえ、じゃああのばあさん知ってたんや。知っていたのか。確証が欲しかった。なぜならそれが真実かどうかで全ての裏付けが取れるからだ。そうか、では聞かせてもらおう、その真実とやらを。ちょっと噛んだね。姫野くん、さっき言ったな、上白家の歴史とその真相を教えると。はい。だがこれは君が思ってる以上に残酷なものだ。それを知る覚悟はあるか？ここまで来た以上、何も分からず終わるのは嫌です。いいだろう。単刀直入に言う。ここは、この地は、上白家のものではない。誰のもの？姫野家。つまり君の祖先のものだ。え、この土地？え、土地私のものになる？え、売れます？なんだって。順を追って説明していこう。何これ。数百年前、上白家は呪術師の家系としてこの地の村々を統治していた。長い年月を経て受け継がれていった上白家の秘宝は次第に強力になり、村の人々は恐れの念を抱くようになった。上白の秘宝を利用する土地の権力者も気づいた時にはその座を上白家に奪われていた。え、上白家結構強いね。それほどまでに当時の上白家は強大だった。もう殺してしまったのか。だが問題は上白家にも起きていた。強まった呪術の力を制御するのは難しく、呪術師としては行き過ぎた失敗を頻繁に起こすようになったのだ。足がついたらどうするんだ。昔の人の会話かな。なんかこのままでは上白が潰れてしまう。当主がそう苦悩していた時、ある一つの考えが頭をよぎった。この強力な上白の呪術を抑え緩和する調整役としての呪術が必要だと。そして後に遠い村からこの地へ連れてこられた一族がいた。それが姫野家か。それが君の祖先、姫野家だ。そんな昔から関わりがあったんですね。姫野の呪術は上白とは相反するものだった。主流は祈願や祈祷だが、上白家の補佐役としてはこの上ない敵役だった。上白家は自らの権力を駆使し、自分たちの配下として姫野家を従わせた。その後、姫野の働きもあって、上白家は失落し、自然の力を取り戻す。
ちゃんと読んでな。強力な呪術を思うがままに操るだけでなく、締めの毛の秘宝を新たに取り入ることにより、神代はさらに力をつけていった。なんか今、昔姫の毛を求めた神代家があったってことは、今現代の姫の家、言ったらゆかちゃんとみことちゃんが出会ったのはどっちかが仕組んだことなの？実はそういう、実はみことちゃんがやってやったぜゆかみたいな、そういうことがあるのかな？どうなんやろ。しかし思いもよらぬ誤算があった。姫の家が神代の目を盗んで、その地の祈祷師としての活動をし始めていたのだ。ほら、裏切りの御事が出てくるぞ。あまたの暗殺、村々への圧力、それに逆らう者も容赦なく標的にしたりと、当時の神代家はめちゃくちゃだった。それに負い目を感じた姫の家は、本来の役割である祈願、人を主に村々を巡り奉仕していったのだ。疫病に倒れる人々、枯れた土地、そこに姫野が介入すれば必ず何かしらの変化があると噂になった。人を貶としめることが何わいの神代家と違い、姫野家はわずか数年足らずで多大なる信頼と人望を獲得したのだ。神代家と姫野家が決裂するのは時間の問題だった。これ逆か、床側が裏切るぜ御事のパターンか。再三の忠告も聞かず活動を続けた姫の家は、ついには神代家当主の怒りに触れてしまい、その地を追い出されてしまう。姫野の秘宝はもう必要ない。姫野の呪術を解明し己のものとしていた神代家にとって、姫野はすでに用済みだった。だがその慢心が神代家を破滅へと導くことになる。それでどうなったんだ。結局神代家は姫野の秘宝は使えなかった。その結果力を制御できずに滅びた。いや、滅ぼされたと言った方がいいか。呪術の暴走を止められない神代家はいつしか時の権力者に見放され、そのまま衰退していった。そこを姫野が滅ぼした。どうなるの、ここからどうなるのよ。展開としては神代だけではなかった。姫野もまた神代の秘宝を己の術として取り込んでいた。あー、抜け目ない。神代家の呪術、それは完全な形として姫野の秘宝へと昇華された。その力で姫野は神代を討ち取った。その後はどうなったんですか。姫野家がこの地に神代を幽閉した十数年もな。ってことは最初のゆかちゃんが一人かくれんぼをしてみことちゃんを呼んだっていうのが、まずなんかどうなんやろ、怪しく覚えてきたぞ。そして長い月日が流れた。姫の家は過去のいざこざを清算するために神代家の末裔にあたる話を持ちかけた。この地と財産をすべて神代家に託す。その代わりもう二度と争わざず、ざざざざ、しょだー、その代わりもう二度と争わざず、だだだだば、もう二度と争わず、恨みも呪術師の肩書きもすべて捨てて生きていく。その契約は両家の了承により正式に結ばれた。こうして姫野家と神代家は数年の月日を得て呪術から脱退し和解したというわけだ。そうだったんですか。まあ何はともあれ、あのばあさんを見てれば君もわかるだろう。過去は過去、今は今だとな。先祖同士の喧嘩はもうとっくに終わってる。そこには恨みも憎しみもない。どうなんでしょうか、味村にも疑ってますよ、ゆかを。確かにな。だが実はその契約にも姫野家の真の目的があったんだ。真の目的？封印さ。いくら衰退したとはいえ
神城の血筋に呪術師としての歴史、すなわち秘宝が刻み込まれている。何がきっかけで周囲に影響が及ぶかわからない。だからこそ姫野はこの地に神城一族を置いて姫野の秘宝で封印することにしたんだ。その封印はこのずっと下に眠ってる。君らはすでに知ってるはずだ。地下祭壇。そう、あれが姫野が施した神城の封印だ。姫野家と神城家の歴史の真相、そして今回の会議の発端、その全貌がここにあったというわけだ。みことちゃん、今どう、なんかやっぱりゆか疑ってしまう？そうか、事実、神城ゆかが施した呪術によってとんでもない怪異が起こってしまった。それもすべて現代の神城家がこの地を離れてしまったせいで、封印がその範疇外になってしまったからなのか。そういうことになるな。待ってください。じゃあ私とゆかが出会ったのって一体何なんですか？偶然だったんですか？それとも過去の因縁のせいで再び巡り合ったってことなんですか？偶然だとも言うし、必然、または運命、それは君が決めるがいい。だが俺の答えは、神城の血が姫野を求め探したということになるな。そんな、落ち着け、みことくん。もういいじゃないか。すべては終わったんだ。いやでもみことちゃんからすると、多分一番の親友やったわけやんか。その親友との出会いがなんか過去の先祖の恨み合いとかそんなんから勝手に出会ってしまったんかなって嫌なとこではあるよ。いえ、まだ終わってはいません。どこへ行くんだ？もう過去に振り回されるのは嫌です。なので終わりにしてきます。何を言ってるんだ。私とゆかはただの友達なんです。そこに昔の因縁なんて持ち込んでほしくないんです。君の言いたいことは分かった。だが、だからといってこれ以上どうしようと言うんだ。まだ感じるんです。私を追っかけてくる何かの気配が。それに聞こえるんです。私のやるべきことはまだ終わってないって。強い子になったみことちゃんは、封印だけじゃきっと足らない。よせみことくん。よすのはお前だ、ひもろ。何を、お前は何を言ってるんだ。彼女に何かあったらお前どうするんだよ。ここが決断の分かれ目だ。俺は彼女を好きにするがいい。だが最初に会った時の姫野くんと今の姫野くんは明らかに違う。もしかしたら彼女は見えざる何かから何らかの干渉を受けてる可能性が高い。それに俺たちはもともと彼女のフォロー役だ。お前もそれは異論はないはずだ。さっき彼女は何かを感じると言った。それが姫野の祖先の意志だとしたら、いや、あるいは神城の罠かもしれん。お前の言いたいことはよく分かった。俺たちでは手に負えない問題だろ。どうだ、彼女にかけてみないか。いいだろう。だがフォロー役は最後までやり通すぞ。地下の門を開き、呪符を手にせよ。また何か聞こえる。覚えてない。なんて言ったん。呪符を、地下の門を開き、呪符を手にしろ。なんでみこちゃん一人で行くって言ったん。考えられへん。